北朝鮮による拉致被害者の家族が安倍総理と面会し、今年中の被害者全員の救出を改めて求めました。北朝鮮に待ってる家族、あるいは日本で待ってる家族、もうこれ以上もう我慢ができない状態になっておりますので。拉致被害者の家族は昨日安倍総理と面会し、家族が元気なうちに再会するため、今年中に被害者全員を救出するよう訴えました。安倍総理は国際社会と連携するとした上で、平昌オリンピックでも拉致問題の話をしたいと答えたということです。家族会は去年も同じように期限を決めて訴えましたが、被害者の帰国は実現しませんでした。飯塚繁雄代表は、解決するまで何らかの言葉をつなげながらやるしかないと苦しい胸の内を明かしました。